マーク・ウォーカーは、ジャズ、ラテン・ジャズをはじめとした多様なジャンルで演奏している。ドラマー、作曲家。ジャズ、中南米音楽、ファンクや民族音楽に秀でる、最も多彩なドラマーの一人であり、作曲家。1980年代初めより、セッションドラマーとして、1980年代後期からは、ツアープレイヤーとしても活動している。 これまでに参加したアルバムは90枚を超え、そのうち6枚はグラミー賞やラテングラミー賞を獲得。それ以外の9枚もそれらの候補になっている。また作曲家としてもグラミー賞に一度ノミネートされている。バークリーを音楽大学教授。これまでツアーやレコーディングで共演したミュージシャンは、ライル・メイズ、ミヒエル・カミロ、エリアネ・エリアス、 セザール・カマルゴ・マリアーノ、パトリシア・バーバー、ザ・ダブル・ディ・アール・ビッグ・バンド、ザ・カリビアン・ジャズ・プロジェクト、グレース・クリー、リンダ・ダイダー、アンディ・ナレル、ローザ・パソス、マイケル・ブレッカー、トニー・ニョールタ、チュー・チョバルデス、フィロ・マチャド、ダイアン・リーブス、レジーナ・カーター、ジェームズ・イングラム、ジョアン・ボスコ、レニ、アンドラードなど多数。特に、パキート・デリベラやオレゴンとは、長年、レギュラーとして、 活動を続けている。イリノイ州シカゴに生まれる。10歳でドラムセットを始め、高校時代よりプロとして、クラブ、コンサート、レコーディングでの演奏活動をするようになる。ロイシーナップの下で学んだ後、シカゴ周辺において、幅広いレンジのスタイルで様々な演奏の経験を積み、後には映画音楽、ジングル、レコーディングに真っ先に声がかかるドラマーを呼び、 パーカッショニストとなる。1995年にニューヨークに15、数多くのグラミー賞やラテングラミー賞受賞やそれらの候補となったアルバムで演奏し、また2008年には作曲家としてもグラミー賞の最優秀インストゥルメンタル作曲賞部門の候補となっている。2001年よりバークリー音楽大学で指導にあたり、南アメリカやカリビアンリズム、 ドラムセットのためのアフロキューバンなどのコースを教えている。ありがとうございます。